トップシークレットは1984年のアメリカ合衆国のコメディ映画。監督はジム・エイブラハムズ、デビット・ザッカー、ジェリー・ザッカー、出演はバルキルマーとルーシー・ガタリッチなど。ザーズの3人が4年ぶりに映画に再結集した作品で、古今東西のスパイ映画や戦争映画の名場面、エルビス・プレスリーやザ・ビーチ・ボーイズといった 人気音楽アーティストのパロディなどギャグを満載したザーズのマコッチョとされるコメディである。東ドイツで開催されることになった国際文化フェスティバル。アメリカ合衆国代表だった指揮者が参加を取りやめたため、アメリカ合衆国で国民的人気を誇るロック歌手ニックリバースが招待される。しかし、この文化祭はあくまでもカモフラージュであり、 東ドイツの真の目的は誘拐した天才科学者に強力な新兵器を開発させ、それによる世界征服を行うという恐ろしいものだった。そうとは知らないニックは、ひょんなことから科学者の娘、ヒラリーを助けてしまい、世界の存亡をかけた戦いに巻き込まれてしまう。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解はトップシークレットで、 ザッカーイコールエイブラハムザッカーのチームは、スパイ映画からエルビスのミュージカルまで全てを無謀でいかれたやり方で、思うがままに茶化している。であり、35件の評論のうち高評価は77%に、当たる27件で、平均点は10点満点中6.6点となっている。メタクレティックによれば、15件の評論のうち、高評価は8件、賛否混在は7件、 低評価はなく、平均点は100点満点中68点となっている。ありがとうございます。